はい、秋吉です。今日もパントマイムレッスンを受けていきたいなと思います。それでは先生をお呼びします。佐藤先生、よろしくお願いします。あらららら、これはカニさんのパターンで出てきましたね。はい、先生、佐藤先生、よろしくお願いします。はい、佐藤先生、はい、もうね、年末ですよ。あ、そうなんですね。年末なんですね。もう年末になってきましたからね。はいはいはい、こう年末年始に使えるようなですね、ものも考えていただきつつ、はい、やっていきたいなと思うんですけど、はい、今日のメニューはいかがでしょうか。はい、そうですね。はい、まあまあいつも通りですね。まあ年末年始全然関係ないですけども。ちょっとストレッチ的な感じの年末年始に使えるストレッチ、そう、まあストレッチで、まあ、いつも通りパントマイムにね、必要な体作り、まあ、今日はね、さらにプラスちょっと、まあ、あらゆる身体表現者にも、必ず役に立つというですね、ちょっと準備運動といいますか、そのいわゆる基本的な基礎的なトレーニングをちょっとやりたいと思います。ああ、そういうのもあるんですね。はい、あるんですけども、はい、はい、まだ前からずっとやってることが、まあ、分解。まあ、分解ありましたね。はい、はい、結構やっぱね、あのパントマイムだけじゃなくて、いろんなあの身体表現を、される方にもね、役に立つ、そういったトレーニングでございますので、はい、今日はですね、ちょっと複雑ですよ。あの、今までやった、まあこう横にスライドさせる分解とか、はい、横分解ですとか、はい、縦分解ですとか、はい、ひねり分解ですとか、そうですね、前回ひねり分解でした。はい、ありましたね。はい、はい、あれをですね、ちょっといろいろ混ぜて複合させてやってみたいと思います。いいですね。はい、で、これ全部ね、あのもちろんあのいつもやってる首、顔、首、胸とか腰とか全部やってるともう膨大な時間がかかってしまいますので、あ、なるほど、ちょっと一箇所だけ、まあ、一例をやって一箇所、はい、そんであとはちょっとまたね、まあ、次回もしやったらまた別のところとか、まあ、もしくは皆さんの方で、その他の部分をやってみてください。なるほど。はい、じゃあまずですね、まあ、分かりやすいでちょっと胸のところからいってみますかね。胸ね、はい、胸の部分だけちょっと動かしてみたいと思います、うん、はい、でまずですね、分解の種類から言うとひねり分解ありましたよね。はい、ひねり分解、はい、胸だけをひねるって、はい、そうです。はい、右にとか、はい、はい、でもこの胸の部分からこうちょっとじゃあ右にひねってみてください。はい、この状態ね、うん、次、こっから横分解を使います。胸が横ですか。はい、はい、そうです、そうそうそう、ひねった状態で、まあ、こっち今胸がこっち向いてますけど、この胸が向いてる角度をキープしながらこう横にちょっと分解させて、うん、なるほど、はい、なるほど、はい、右に分解します。はい、でさらに縦分解、この状態を胸の角度キープしたまま前にこう縦に分解してみます、うん、はい、ここまで、ここの3つね、これ戻しますよ、はい、縦分解戻して横分解戻してひねり分解戻す、うん、はい、でこれもう一回いきます、まずひねる、うん、今度逆に左の方に横分解、はい、で前にで戻る戻る、はい、戻る、もう一回いきます。今度もう一回ひねった、うん。今度また右。今度後ろに分解。はい。で、戻る。戻る。戻るですね。はい。はい。で、もう一回、うん。左に横分解。はい。後ろにちょいと。で、戻る。戻る。戻ると。いう、パターンがですね、何通りあったかちょっと分かんないですけど、それを今度逆にこっちもやるわけなんですけども、はいはいはい、はい、こっち行ってみますか、はい、はい、左の方にひねる、はい、はい、左の方に横分解、はい、はい、前へ倒すと、で戻って戻って戻ると、なるほど、そのままいきますよ、はい、右に、はい、グッと、
はい、戻る、戻る、戻ると、もう一回いきます。グイッと、左、この後ろ、はい、で戻る、戻る、戻ると、はい、グイッ、はい、右、グイッと、後ろ、戻る、戻る、戻るという、はい、これですね。こういうちょっと地味な作業なんですけども、なんかロボット的なやつにも、ね、まあ、はい、そこにも応用できます。なるほど、なるほど。例えばね、俳優さんなんかですと、まあ、上を向く演技があるじゃないですか。トゥースですね。はい、トゥースそう、トゥースだと、トゥースっていう俳優ですね。はい、で例えばね、まあ上向くって言っても、まあ、単純に上向いていったら普通に上向いちゃうだけじゃないですか。まあ、それを俳優さんいろいろ、まあ、その時の心情なんかも、例えば加味してね、例えば、今胸だけ、胸を使った上で、例えば、例えばこういう角度あったじゃないですか。ね、これを一気にこう向くとか。あ、なるほど、なるほど。そう、びっくりしました。俳優さんが角やったらこうおもろいだろうなと思ったんですけど、そういうことじゃなくて、ね。じゃなくて、こういう。とかね、まあこっちとかさ、ひねりを加えて、ちょっとね、ちょっと違う感じで、上を向くっていうことで、ちょっとなんかいろんな心の心情のニュアンスがね、細かいところがこう表現、体だけから表現できるわけですよ。あ、俳優さんってどうなんでしょうね、まあ、全然想像できないんですけれども、うん、はいはい、胸を動かすよみたいなことをやるんですかね。そうだから意外にその辺を、意識ないよね、そう、意識してない人が多いんで、まあ、そういったね、体の使い方も意識しつつそこに演技を乗せていくみたいな。なるほど、なるほど、はい、胸をこうちょっと入れてみようかなとか、うん、そうそうそう、はい、ちょっと意識してみようかなって、うん、その辺の、ね、加わってくるとね、演技プランなんかもこう緻密に、考えていらっしゃる方ももちろんいらっしゃるんで。あ、いらっしゃるんですか。いや、もちろんいますよ。だってそう、上向くだけでもね、すごいこういう向き方がいいかなとか、こういうとかさ、さっき言った胸を使った状態で向いた方がいいのかな、下向く時にもこうかしげて向いた方がいいのかなとか、こうとかさ、まあいろいろあるわけですよ。ついに佐藤先生は演出の方にも今進出しようとしてますね、はいはい、今、はい、ありがとうございます。今そういうのが演出家に出てきました、はい、そういう意味では。そうです。まあ本当ね、体の使い方だけでもそのいろんな見せ方ができますよっていうことをちょっとお伝えしたいなということで。確かに日本人って結構ね、胴体で捉えたりするから、うん、一個一個関節って意識ないって言いますよね、はいはいはい。まあ、そこら辺ではなんか骨を入れるだけでもまたこう変わってくるんですかね、やっぱ。そうですね、非常にそう思います。まあ、もちろん胸だけじゃなくて、ね、今も首も一緒ですからね、こう、あ、なるほどね、ひねってひねってひねってで、こうこの角度、こう向くか、こう向くのかとかね。なるほど。だからコースもあえてこうちょっとこうねストレートにこう向くんじゃなくて、ちょっとこうとかね、逆にややこしくなりそうですね、考え方。ただでもそんだけ緻密にやってる俳優さんとかもいらっしゃるんで。いるんですか。はい、まあ、いますよ、もちろん。やっぱ演技プランをすごい緻密に考えてらっしゃる方、そういう目線で見てみます、はい。ああ、この人首分解やってるな。そう、いいと思います。あ、これは年末ね、俳優さんだったりとか、はい、まあ、身体表現者の方ね、はい、時間がもしかしたらね帰省したりしてある時にね、はい、これ見ていただいてやってほしいですよね、はい、やってほしいです。はい、ぜひぜひやってみてください。今日はあれですか、じゃあ何分解ですか、これ何分解ですか。複合分解で、じゃあ複合分解ですか。複合分解ですね。複合施設みたいな感じで、分解の応用編みたいな感じで、はいはい、まあそうですね、はい、そういうことになります。はい、さあ、それではね、はい、締めていきたいんですけれども、はい、なんかもう聞くところによると佐藤先生からのなんか告知みたいなのが、はい、終わりだということで、はい、まあ、せっかくなんでね、ぜひ2020年に向けて、あ、そういう来年の抱負みたいな感じですか。まあ、来年の抱負なのか分かんないんですけれども、来年か2020年の抱負、それはまた何か考えましょう、はい、それはまたちゃんとして考えますけれども、はいはいはい、そういう演技をした時にね、はい、まあ、なんか告知みたいなのは終わりなんですか。告知っていうか、まあ、だから来年の、来年とか2020年ですね、はい、はい、2020年はですね、
まあもちろんこういうパフォーマンスの活動に関してですけども、うん、人生のその抱負じゃないですよ、岡さん。あ、なるほどなるほどなるほど。あの結婚しますとかそういう感じじゃなくてね、はい、ね、私生活ではなくて、はい、なく、あの舞台のねパフォーマンスの方で、まあ来年2020年からですね、まあ初心に戻りまして、あの私今もう結構いい年なんで。いや、年齢不詳なんでね、伏せときますけど、はい、いい年なんで、なかなかいい年ですよね、いい年先生はですね、あのもう一回若い頃のね、あのやはりああいうこうなんかパッション、若い頃の情熱を思い出して、いや、いいですね、はい、今なんか目がキラーンとしました、はい、ありがとうございます、はい、はい、あのちょっとぜひね、またね、あの舞台のね、まあ、劇場での舞台をですね、劇場の舞台っていうことですか、はい、劇場での舞台の活動をですね、ちょっとメインにね、やっていきたいなと思っております、はい、いいですね、はい、ただね、僕一人で、僕一人というか、僕の、まあ、グループですとかカンパニーだけでやるっていうのも、まあなんかね、あのせっかく30年以上こう活動してきてもったいないんで、ぜひちょっとね、例えば今あのこれからね劇場の舞台で公演したいなとか思ってらっしゃる若い方、20代ですとか、まあ、30代前半の方ですとかね、結構応募は範囲は広いんですね、はい、でもそれは広いです、応募じゃないとダメみたいなんじゃなくて、はい、うんうん、ちょっとやってみたいとか、まあ、そう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 、でも大丈夫、うん、おー、まあまあそういった方で、まあ、どうやってやればいいのかなとか、あ、まあ、あの駆け出しの方でも、そうですね、あと例えばまあちょっと、やりたいけど活動資金がないですとか、まあ、おー、すごいですね活動資金がなくても出るの、はい、もうもちろんそういった方もしいらっしゃったら、ぜひね、あのなんか、コメント欄とかに、ね、書いてちょっと興味ありますみたいなことを書いていただければですね、うん、あのご連絡もさせていただきますので、あのあれですもんね、活動場所は一応東京になりますよね、そうですね、隣になりますよね、まあ、とりあえず2020年に関しては東京をはじめ、まあ、ゆくゆくはね、なんかいろいろ地方とかも回れたらいいのかなっていうくらいな、ちょっと展望ではありますけども、いいですね、ツアー行ったら美味しいもん食べてね、はいはい、まあ、そういったちょっとね興味のある方、舞台もね、こう劇場での舞台公演に興味のある方、うん、はい、はい、ぜひ、もしよければ、はい、ご連絡くださいみたいな感じなんです。あ、素晴らしい、はいはいはい、素晴らしいじゃないですか、はい、ほぼもう告知タイムになってしまいましたけれどもね、はい、まあでもそのね、はい、もちろん皆さん、視聴されてる皆さん結構パントマイムシリーズ出してますからね、はい、いろいろ見ていただいて、あ、面白そうだなっていう方がいらっしゃいましたら、はい、一緒になんかこう作れるってことですかね、そうですね、ということも含めて、はい、まあ、まあまあ詳細はまたね、うん、おいおい先生の方から詳細の方をお伝えすると思うんですけれども、はい、またその時にチャンネル登録していただいて、また見ていただけたら全部用が分かってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんチャンネル登録していただいて見ていただければなと思っております。それでは先生、また次回もよろしくお願いします。はい、佐藤先生でした。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。さよなら。